チャオ、高橋こと高橋ひみです。今回は私がいつもしている厚塗りの解説をしていきたいと思います。このイラストは約3時間ほど時間がかかっております。早速解説に入る前に使用しているソフトやツールのご紹介をしていきます。使用しているソフトはクリップスタジオペイント EX で、解像度 350dpi の A4 のサイズのキャンバスになります。厚塗りで主に使っていくブラシは1濃い鉛筆、2エアブラシ、3濃い水彩、4塗り&なじませ、5塗料普通平の5つになります。4まではクリスタの初期ツールに入っているんですが、5は個人の素材で使わせていただいておりますので、概要欄にダウンロードページを貼っておきます。時短をするのであれば、このブラシをすべてショートカットキーに設定しておくことをおすすめします。主に塗りで使う3、4、5は同じキーに登録して、押すたびにブラシが変わる仕様にするとショートカットキーの場所も埋めずに済むかなと思います。以上を踏まえまして、早速解説に参ります。ではまずは線画の色トレースをしていきます。線画レイヤーまたは線画レイヤーを求めたフォルダーの合成モードを乗算に設定します。そしたらその上に新規レイヤーを作り、下のレイヤーでクリッピングします。クリッピングとは、参照したレイヤーの描画範囲からはみ出さずに色などを乗せることができるレイヤーになります。色トレスをする際は柔らかいエアブラシでふんわり乗せていきます。参照レイヤーが上山なので、明るい色を置くと線の色が薄くなります。薄ければ薄いほど厚塗りっぽくできるので、パーツ内の線はなるべく薄く色を置きます。色トレースはクリッピングではなく、上段モードの線画レイヤーであれば直で色を変えても OK です。私はフォルダーごと色トレースしたかったのでクリッピングを使いました。色トレスと塗りパーツの微調整ができたので着彩に入ります。まずは大雑把な落ち影を入れていきます。塗りパーツをまとめたフォルダーの上に新規レイヤーを作り、合成モードを上山にします。次にそれを下のレイヤーでクリッピングします。サクッと時短して厚塗りするため、陰影は全パーツ一気につけちゃいます。今回はちょっとくすんだベージュの色を取ってざっと乗せていきます。この時使っているのは濃い水彩になります。アニメ塗りを意識すると影がつきやすいと思います。ざっと影をつけ終わったら、透明ピクセルをロックして大きめの柔らかいエアブラシで若干の鮮やかさを加えていきます。上山で色を重ねると色がくすみがちなので、肌などに柔らかく、さっき選んだ色よりも鮮やかな色をのせていってください。次はざっとハイライトを入れていきます。影レイヤーの上に新規レイヤーを制作して、再び下のレイヤーでクリッピングします。そして合成モードを加算括弧発光にしてください。ここで不透明度が 100% だと選ぶ色次第ではかなり白飛びしてしまうので、 30% から 50% くらいに下げます。そして影と同じく濃い水彩でハイライトを描き込んでいきます。ちょっと陰影が足りないなって思ったら、影レイヤーに戻って、置いてある色よりも彩度の低く暗い色で2影をつけていきます。次にざっとつけた影にぼかしを入れたりして質感を整えていきます。ここで塗りブラシの使い分けをしていくのですが、ふわっとしたぼかしを入れながらなじませていく場合は塗り&なじませ、
タッチを効かせたぼかしを入れる場合は塗料普通ヒラを使います。ここでポイントなのが、そのブラシの形状で透明色を使っていくということです。コピックでいう0番的なもので、描画色を透明色でなじませていくというのを意識してみてください。ハイライトも同じくぼかしたりしていきます。本格的な厚塗りに入る最終確認で、顔だけは本当に大事なので、影・光レイヤーの上に新規レイヤーを作り、下のレイヤーでクリーピングさせ、合成モードは通常のまま、顔周りにオレンジ味を足していきます。周りがくすんでる色なので、鮮やかな色をポイントで入れるとその部分が引き立って見えます。目や唇はどんどんオレンジ味を足していきましょう。影、光、色の大雑把な調整を終えて、いよいよ厚塗りっぽい加筆をしていきます。一番下の塗りパーツから一番上の線画レイヤーまで一気にフォルダにまとめちゃいます。そのフォルダの上に加筆レイヤーを作り、表示色を取得するスポイトで色を取りながら絵を整えていきます。ここからは終わりが見えなく、ほぼ根性での作業となっていくので覚悟してください。塗りブラシ3種類を部分部分で使い分け、細かいところを整えるときは濃い鉛筆を使います。加筆で一番使うツールはもしかしたら濃い鉛筆かもしれないです。厚塗りは文字の通り厚い層になっている絵なので、ガンガン加筆として新規レイヤーを作って、物足りないところは上山で影を追加で乗せていってください。そしてその上にまたレイヤー作って整えてという作業になってくるので、自分が満足するところまで書き込んでみてください。目は一番人が見るパーツなので、ここだけは特に書き込んでおきましょう。加筆の工程ではスポイトで色を取得することがかなり重要になってくるので、ペンタブレットの右クリックもしくはオルトキーを駆使していきます。 iPad の場合は指で長押しだったかな。とにかくスポイトを使った方がいいです。ベースにない新しい色を加えるときは、ベースよりも明度の低いもの、もしくは彩度の高いものを選ぶと加筆がはかどります。厚塗り特有の線を描くときは、キャンバス内の特に暗い部分をスポイトで取るのがいいです。線を描く際は主に濃い水彩だと馴染んだ線になります。いつの間に加筆レイヤーがかなり増えてると思うのですが、私は加筆した部分を誤って消してしまったり、ブラシで混色させたくない時に新しいレイヤーを作っています。やっぱり厚塗りってレイヤー1枚でやるっていうイメージがありがちなんですけど、レイヤーが増えれば増えるほど精密さが出せるので、じゃんじゃんレイヤー増やしていっていいと思います。
これは正直塗りのベースでやっておいた方が良かったのですが、服の柄やグラデーションなどは主に上山レイヤーで追加していきます。ここで足りない服パーツを追加していきます。私は定まった形を描く際の曲線を描くのが結構苦手で、線画を描くと形が歪んでしまうことがあります。なので輪っかのパーツなどは加筆で加えることが多いです。大体の画質が終わったのですが、胸のシルエットが横の紙で隠れていてもったいないなと思ったので、大胆な画質をしていきます。結構大きなパーツである横の紙を変形させるので、背景以外の画質したレイヤーまで全て統合します。マスクで髪の範囲を選択した後に、コントロール X で切り取り、コントロール V で新規レイヤーに貼り付けます。そうしたら髪レイヤーを選択して、メッシュ変形ツールを使います。髪パーツを別レイヤーにしたことによって、周辺の変形を防止できます。変形させたことによって、大きな穴ができてしまったので、これを埋めていきます。はい、いかがだったでしょうか。私がいつも大体やっている厚塗りの解説でした。少しでも参考になれば幸いです。ではまたお会いいたしましょう。チャオー。